ちょっとじゃあね、やってみましょう。アンチコメ検証のコーナーでございます。あまりにもアンチコメント多すぎ問題でございます。やらせだねってきた大半の人が施術者だったんです。今回はガチ検証の方をやっていこうと思います。で、今回は3代目日本一アンチャングランプリに輝かれましたファンキー先生に、はい、嘘なしでバッチリ消します。これが動く？動きます、はい、お、はい、お、あら、あ、あ、これ、いや、これは津田先生、あのちょっとなんか見た目が変わってますけど、はい、あ、もう今日はね、やらせを払拭するってことで、ちょっと本気、余計怪しくなってるんですよ、大丈夫ですか？マイフェイバリットメタルゴッチたちのパワーを借りて、今日はお二人の体でメタルな音を響かせるんで、まずファンキー先生の体を見ると、はい、右足がもともと悪いです。重心が基本的に左に行ってるんで、うん、左に力が入りづらいはずなんです。それをまっちゃんにもやった足首ダメなら力が入んないよっていうのをファンキー先生にもね、うん、ぜひ体感していただきましょう。あれなんかやらせだっけ？あ、いやいや嘘だった。じゃあまずね、検証していきます。はい、じゃあ肩幅に足を開いていただいて、はい、左足を一歩前へ、はいはい、右手を突き出してください、はいはい、で私が手を乗せますから、はい、ここでその私の手の力に逆らって、はい、ここで位置してください。本気で、本気で、はい、本気で、おー力強っ、おー強い強い強い、さすが日本一の先生。ただこのファンキー先生でも、はいはいはい、右足、はいはい、左のバランスは取れてないです。指3本ぐらいでいいかな。じゃあ右足出してもらって、はいはいはい、左手を出して、はいはい、これ自分がこれ3本で押すんで、はいはい、耐えてください、はいはい、ちょっとガチでやる、下がる下がる下がる、ガチでやって、いや下がる下がる、待って待って、はい、上げてみてください。上げて、おらちょっと、肩が痛い体幹が使えない状態なんで、うんうん、他のところに頼るしかないです。これ大小動作って言うんですね、うん、この状態を作ってるのが足首なんですよ。バランスを崩されちゃうと全部、なのでそれをメタルな音を足首に響かせて、うん、このバランスがどうなるのかやってみましょう。じゃあまずね、ファンキー先生のバランスを一番崩している、はい、ここの関節ですよね、これ、まあ、マッチャにもやりましたね、やった、うん、だからそれちょっとね、ファンキー先生のとこでもちょっとメタル音を聞いていただきましょうか、はい、はい、あ、聞こえた、聞こえた、まだおかしいです。ファンキー先生はここだけじゃない、他のとこもやられてる、うん、病んでいらっしゃる。例えばこういうところね、はい、力抜いてもらって、はいはい、痛かったものすごくね、うん、この捻挫癖がついてて固まっちゃってるんで、可動域も全然なくなっちゃってます。あら、はい、そうですね、そうだ、相当ひどい古傷みたいな。これをかばうために左重心になって大小動作が起きてると、うん、でそれを力どんぐらい入るようになったか検証してみましょう、うん、でさっき指3本でしたけど、もうバランス整ってるんで、はい、指3本じゃ勝負にならないから本気で押します、はいはい、じゃあ本気で耐えて、はい、あ、肩来ないわ、強っ、あ、うん、今のはさっきもうずっとこっち乗ってた、なんかこっちに乗れるようになったというか、グッと多分軸が入ったのね、はあはあ、踏めるようになってるから耐えやすい、はあ、だこうなってると多分下がっちゃう、で肩くるでね、重心がちょっと前にやっぱ行くから足首こう乗るんだ、この動きができるんです。まずじゃあこれは嘘じゃないんですね、はい、嘘じゃない、おっしゃってる科学的根拠みたいなのがめちゃくちゃ出てるってこと、足首がの可動域が増えたりとか、重心がこうそこ動くようになれば乗りやすくなるってことね。あっちの皆さん、こういうことでございます。まず第一の検証ね、これそう敗北する可能性があるってこと、ね、ワンチ代表できるよ、ワンチ代表です、はい、できるわけねえじゃんっていう人だから、うん、でしょ、はい、そう敗北したらごめんはい、では検証でございます。いきましょう。まずは
はい、アンチコメントで一番多かった背骨が一本一本動いて、うん、なってるのか背骨が一本ずつ動いてるのかの検証をしていこうと思います、うん、嘘なら嘘を暴いていただきたいんですよ。 OK です。いいですか。 OK ね、はい、よし勝手これが動く動きます。最初にほぐしておいた方が馴染みはいいんですけど動かすことはできますね。いやすごいね、はい、あなた背中。じゃあちょっとやってみましょうかね、はい、こう、はい、おこれ痛いでしょう、ね、でも どうですか。いいですね。そうそう関節のねこれ心外受容反応ってこれ位置がおかしいとセンサーが反応するんで、うんうん、位置が治っちゃうといやすげえな。ここら辺はまだわかる、うん、こっちの仙骨周りとか、うん、もう腰椎の下の方とかはめちゃくちゃ難しいと思う。後乗せサクサクではないね。後乗せサクサクではないね。ないね。ないね。確実になってるでしょ。ただすんごい地味な音。じゃああとは今度も次受けていただいて、うん、俺が受ける、はい、背骨がちゃんと動いてることを確認してください、うんうん、OK。 お願いします。はい、じゃあちょっとやっていきましょう、ね、はい、まあ、めちゃめちゃ曲がってる。じゃあいきますよ、はい、お、あら、この辺切れ、ああこれ痛そう。ここもね。ここちょっと骨盤のところくっついちゃってるんで、はいはい、これ剥がします。よし、でこっちもね。こっちもやっていきますか、はい、この左側。です。どうでしょうか。動いてるでしょ。これこれ すごいな。やばいでしょ。一本ずつ なってるでしょ。これすごいな。骨だけじゃないような気がする。骨もあるんだけど、これ先生腱は関係あるの。全部あの含めてですよね。結局はその癒着してる組織とかが剥がれるときにキャビテーションっていう形で鳴ってる音なんで、だからその関節がないところもやっぱ鳴るんですよ。脊柱っていう一本一本もあるんだけど、そこに関連する膜とか腱とか全部鳴らしてる感じ。骨だけじゃないっていうのがまたすごい。やらかしてないです。俺硬いはずなのよ。何が背中硬いはずなのによ。動かすだけなら簡単なんですよね、うん、ただそれをいかに維持させてあげるとか、位置をそのなじませるっていうのだと、やっぱマッサージしたりとか、うんうん、ストレッチしたりとか。だから一つのジャンルにこだわるんじゃなくて、うん、みんなが手を取り合っていろんな要素で一人のこの困ってる人に支えてあげる、うん、環境を作れれば、うん、もっともっとみんな健康になると思う。そうですね。首向いてても、はい、方向が分かるんですね。そうです。まず見方っすね。やっぱりその、はい、この極突起 の、うん、そう、あの傾きを見て、うん、どっちに寄ってるかっていうの、うん、これもやっぱり死ぬほど触ってると分かるんですよね。そう、だからそこなんですよね。だから死ぬほど例えばこうやって触ってて、うん、で、人によってさっきファンキー先生おっしゃった通り、うん、やりやすい方向とかってありますから、うんうんうん、見つけやすい方向って人によって違うんですよ。この椎間関節を、うん、ここの手根骨を使って、うんうん、ちょっと見えるかな、こうやって、はい、ここで挟み込んで回転させる、うん、ここで挟み込む。そう、手根骨のここでですね、極突起を挟み、ここじゃないんですね。そうです。ここで、ここで、ここで、あ、ここに引っ掛けて、ここに引っ掛けて、できないですそれ。まあだからコツなんですよ。コツ、椎間関節は回転するんで、うんうんうん、回転する方向にいざなってあげるわけです。こうやって、
こういうイメージ、こうやって。そうですそうです。なるわけないよね。力入っちゃうのよ。そう、あ、そう、あ、そうなんです。最初はもう力加減わかんないんで。だから骨を動かそうっていう気になっちゃうと、俺もだからこういう風にやっぱりやってきたタイプだから。はい。一般的にはそうですよね。だから力入っちゃうの、うん。一つ一つの関節やっぱこう人体とかさ、膜とかもあるからさ、それをさ。多分いっぺんに撮ってんだよ。だから難しい。でもそれすごいなと思って、それに、うんうん、気づかれるのすごいです、やっぱり。やっぱり一流の先生は。だからこう膜捉えて、そう、腱とかも考えて、人体考えてとかで、関節の方向を見て、あ、今言ったよね。言いました。話に夢中になった。やっちゃっていいですか。やっちゃっていいですか。歴史的瞬間だったこと。今俺の手の感覚ではピチっていう。ああ素晴らしい。ピチっていう感覚は出てたんだ。こっちは何見てるんですか。これ癒着を見てます。癒着。はい。腰方形筋がこれ癒着してないか見て、うんうん、癒着してたらここでピッて剥がしてます。うん、パリって。それもすごいですね。絶対見てできるようになる人はほぼいないと思う、うん、まあメタルの力ですね、うん、メタルの力かどうかちょっとメタルは、まあ、これ全関節とか全箇所できるってことですか。全箇所できます。例えば、うん、野球選手が肘を痛める、うん、肘を見るじゃないですか、うん、普通は、うん、それ手首から見ないとダメですよね、うん、野球選手が球を投げる、うん、手首の回転で方向とか変化を決めるじゃないですか、うん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 、その時にこれがうまく回転しないと筋活動はできないと、肘に頼るしかなくなって、肘の使い方おかしくなって、肘がこうやってやれるわけですね。野球肘。そう、これが痛い痛い痛い。これ心外受容反応ね。こここれ痛い痛いね。これをこうやって直すと、どうですか。体って不思議だね。っていうことなんですよね。これすげえわ。ここもくっついちゃって外側上回になっちゃうから、これもこうして、はい、剥がすと、うんうん、痛みがありました、うん、そうだ、まさにファンキー先生おっしゃった通りで、うん、一つの動きで、うん、癒着も取れれば関節も動かせて、うん、全部、うん、そうオールマイティやってるんですよ。だそれ見抜けたのすごいですよ。いやそこを見ないと、骨を鳴らそうって思っちゃったら多分もう無理だと思う。多分そういう人が多いじゃない、絶対。い見たら、あ、鳴らしたいって思うから、多分そしたらもう絶対無理、 100% 無理。じゃあ今度ね、はい、針の方行ってみましょうか、はいはい、これは鳴らないんですよね。もう鳴らす必要性はないですよ。首っていうのはやっぱりデリケートな場所なんで、鳴らすの怖がる人多いんですよ、うん、だから鳴らなくてもいいっていう状況を作れます。はい、まずこれ椎間関節ね、これ、はい、こうやって押すと、これ心外受容反応が出るんで、左なんかもうめちゃめちゃひどいです、うん、これ、うん、はい、痛い痛いよ。歌舞伎ってなると、これルシュカ関節、これめっちゃ痛いはず。痛い、はい、左の方がひどいですね。ファンキー先生はこの右のここと左のここで、うんうん、この3箇所でバランスとってます。これ。じゃあこれをちょっと直していきましょうか。これと、はい、これと、はい、はい、ちょっとわざと触ってます、はい、ごめんなさい。これを覚えておいてくださいね、はい。これをこれで OK です。え？じゃあ触ってみましょうか。はい、どうですか。もう大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですね。はい、大丈夫ってのは痛くないってこと？痛くないです。どうですか？大丈夫です。あ、俺今日患者？患者です。もう今日悪いところ徹底的にこれね、病でしょ。病だね。これをファンチャンネルやらせだなっていう。なるほど。いや、これはやらせじゃないね。いやよかった。もう本当に先生、本当にね、ファンチャンネルやらせ始めたなってめちゃくちゃ言われたんだから。そうですね、辛かったね、まっちゃん。辛かった。いやもう本当に先生、今日はありがとうございます実際どうでしたか、今回。ファンチャンネルに騙されてたなっていうのあるね。どういうこと。角田先生、一般の方とかに分かりやすいように説明してくれて、なんかそれを施術者が鵜呑みにしちゃいけないなと思う。例えば足首なんかも関節なんだけど、総称的に見て触ってるから、関節だけじゃないのよ、骨だけじゃない、それ辺の周りも全部ひっくるめて、その人体とか腱とか膜とかも全部含めて一発でやってるから。今までいました、骨をさ一本こうやって鳴らすっていう。いや、そんな緻密な作業をする人はいないでしょうね。いないよね。本当にね、今回のね、まあ、アンチというかね、そのうちのことがやらせだねって言ってきた大半の人が正直施術者だったんですよ、うんうんうん、で、あんなことファンチャンネルでやるから、うん、
もう嘘が嘘でまかり通っちゃうからやめてくれと。あー、なるほどね。そこまで来た。そこまで来たんですよ。大変申し訳ございません。本当に先生。だからもう今回も苦肉の策で、うんうん、ファンキー先生にもご協力いただいて、うんうん、ガチ検証。そう、俺も疑問だったからね。でもファンチャンネルはちゃんとしないと出れないからね。ちゃんとしたやらせなしの番組なんで、本当ガチの先生だけご紹介させていただいております、うん、そんなの詐欺だろうとか言うんだったらオーディションしてみればいいよ。それに出れないんだったら文句言う資格ないからね。そうですよね、うん、先生、はい、今後先生はどうしていく感じになるんですか。世界的に普及するってのが一つ目標だと思ってますね、うんうん、関節を支点に筋肉って動くようになってるんで、うん、関節そのものがまず正常じゃないと筋活動が起こせないですよ。これダイナペニアって言います、うん、ダイナペニアって何ですか。筋活動が正常に起きないことをダイナペニアです。サルコペニアってご存知ですか。スケート外国人それがサルコペニアは高齢者が筋肉ないから寝たきりになっちゃうんだよ、うんうんうん、その筋肉が相当ないよねこの人っていうのをサルコペニアって呼ぶんですよ、うん、はあはあ、もう寝たきり予備軍じゃん、うん、それが今まで主流だったんですよ、はあ、これが世界は今、うん、筋量とか筋力、うん、そういうのじゃなくて筋活動ができてない人が多いんじゃないのって言って、その考えがダイナペニアって言うんです。筋力筋量があっても活動ができなければ使えないんですよ、うんうん、関節が痛いからかばっちゃったり、うん、うまく動かなくて、うん、結局寝たきりになっていっちゃうって人を、昔見てたんですね。まだこの関節を調整する技術がない時に、ずっと疑問で、うん、なんでこの人たちは筋肉あるのに寝たきりになってんだと、うん、プロスポーツ選手もそうです、うん、こんだけ筋肉のケアしてんのになんでこの人怪我するんだって、うん、絶対みんな思うはずです、うん、その時に必要なパズルのピースがダイナペニア、うん、筋活動が 何らかの原因、例えば関節とか不具合が出て、うん、筋活動ができてないから怪我するっていう考えも、うん、視点も持っておかないと、うん、運動不足だ、加齢だ、うん、ね、その肥満だ、うん、にやっぱ逃げるしかなくなっちゃう最後ね、うん、自分はそれが嫌で、なんとかみんなで知恵を絞って協力して、うん、一人一人の健康を支えていきたい、うんうん、でそのためにはやっぱりこう世界中から知恵を持ちる必要があるんですよ、うん、自分のこの考えっていうのは日本だとやらせってこうやって言われちゃうこともある、うん、もちろんその疑うのも大事ですけど、世界中の人にもっとたくさんの人に見てもらって、うん、受けてもらって、これは、うん、今後必要だと世界で、うん、っていうのをやっぱりその認めていただくっていうのがやっていきたいですね、うん、実際にもちろん前回の動画出てから私メジャーリーグから声かかったんですよ。 おーすごい、はい、うちのチャンネルのおかげだね。そうですよ、まっちゃんのおかげ、まっちゃんのおかげだね。よしよしよし、ほら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 、もっと褒めなさい。そう、福田先生っていう、はい、メジャーリーグでマジックハンズの愛称で親しまれてるすごい先生ですよ、はい、その先生が前回のまっちゃんの動画見て、はい、なんてすごいんだと、うん、これをメジャーリーグに取り入れたら、うん、もっと選手が怪我しなくて済む、うん、教えてくれと連絡が来ました、うん、これからさらに上に行かないと、健康のステージを上げないと、うんうん、みんな助かる人は増えないと思ってます、うん、逃げるのは楽、それこそお医者さんだって言うんですから、加齢だからしょうがない、筋力ない、運動不足だとか、うん、肥満だとか、うん、でもお医者さんがもう我々の専門じゃありませんって言って助けてあげられない、それを助けるのがファンキー先生だったり、うん、ね、私だったり他の皆さん先生方だったり、我々が踏ん張らないといけないわけですよ、うん、だからごまかしてとか逃げてる場合じゃないのも、うん、4700万人寝たきりになるんですから日本はね、ってことはやっぱもっともっと施術者の方もね、勉強していただいてね、頑張っていただきたいなと思います、うんうん、身を守ってる場合じゃないのよ、うんうん、自分のプライドとか、うんうん、そういうの守ってる場合じゃないのよ、まあ、やっぱ素晴らしいものは学ぶべきで知るべき でも疑問に思うんだったら知ろうとすればいいだけで、確認しなきゃいけない、ね、そう、うん、まさに最初に戻っちゃうけど、どこまで行っても自分がやってることはうさんくさいと思われるだろうなと思ったんで、めちゃくちゃ研究したんですよ、うん、技術を裏付ける根拠はどこにあるんだ、うん、その中には国内だけの学問にはなかったんで、うん、じゃあアメリカから引っ張ってくればいいや、オランダから引っ張ってくればいいやってできたのがこれなんですよ、うんうん、アニコはすごいですよ、見えてるっていうのがよくわかる、うん、もっと増えて、うさんくさい先生がうさんくさくなくなるように、ちょっとファンチャンネルをね、はい、それではまたの次の機会をお楽しみに、それではさようなら、ありがとう、お疲れ様でした。マジの筋活動ができなくなるっていうのは、筋サリモーターアムネジアとか脳とはちょっと違う。あ、
すごくいいお話だよ。これあでも難しい。筋反射、筋反射、自分の指令で筋肉が反応しなくなっちゃうっていう状態がある。専門的な言葉をなるべく使わないで言うと、反射が起きちゃうのが脳の下垂体と連携してるんですよ、うん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 、脳科学の視点からも自分は研究したんで、病む行為は全部やらせねえよってなるわけですね、うんうん、関節を不安に感じてるメモリを消してあげないといけない。調整してメモリを消す、はいはい、結構、ね、言ってることはもう本当に同じような考えを僕持っててそういうことやってるなっていうのも。全施術者が見てほしいこの動画を。そうだ ね, いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。